浮き輪から溢れ出るこのパイ、どっちが浮き輪かわからないよ。あ、来た。超人気グラドルたちによるこの動画限定の夏フェスが今年も開催。あ、すごい、すごい。アピールタイムと豪華料理をかけて、いざ真夏の頂上決戦が幕を開ける。あー、広がってるね。すごい、何が広がってるのよ。パリにも負けない熱いバトル、グラドル大揺れ大暴れ、ドキドキプールロワイル2024ホテルメカヅキ。司会を務める鬼ヶ玉金ちゃんと坂井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アシスタントはこちらの方です。はい、ジェアネフブキケです。よろしくお願いします。いやいやいや、もうここにいる男性諸君のね、心の声を言います。はい、父がでかいね。しかも腹筋が割れてる。ありがとうございます。素晴らしいボディで。ありがとうございます。昨年はケイちゃんも、はい、あちら側で参戦したということで、はい、プレイヤーとして、はい、でも今年はちょっとアシスタントとして昇格いたしました、はい、すごいよね。普通アシスタントの人って服着てるけどね。本当ないですか。決戦の舞台は都心からも35分と高アクセス、竜宮城スパホテル三日月。東京湾の絶景を眺めることができる国内最大級のプールはもちろん、千葉県の鉄道バス会社とコラボしたトレインバスルームもこの夏誕生。そして同じく新スポットの竜宮城駅で今回の出演者と合流。まずはこの方、またしてなんと85センチ、奇跡の美学はまさにグラドル摩天楼、サキチこと岡田サキさんです。足長いね。意気込みお願いします。はい、1位目指して頑張ります。さあ、ということでサキさんお願いします。さあ、続いて福岡の生んだ G カップ天使、リーちゃんことリサコちゃんです。もつ鍋、水炊き、りさこ、どれが好きと。今日はかわいい、今日は優勝する件お願いします。続いて、昨年グラビアデビューし、各種を席巻中、ゆたちゃんこと三田優美さんです。どうも。さあ、ということで本日の意気込みをお願いします。はい、しっかり傷跡。どうやら三田ちゃんはおバカだそうですよ。まさかのおバカちゃん登場した。さあ、続いてサイバージャパンダンサーズからの資格、はるか。すごいね、やっぱめちゃくちゃ鍛えてるね。今日は優勝して酒井ちゃんの推しになって、夜は一緒にクラブに遊びに行きたいと思います。頑張ります。100ポイント。めちゃくちゃなのよ、まだ、はい、ポイント制の説明もしてないからまだ。それでは思いっきりジャンプして移動します。せーの、よいしょー。来ましたね。到着しました。見てください、この景色。すごい、この南国にいるかのような素晴らしい景色です。はい、今回は3つのゲームの総合得点で順位を競う。まずは30秒ジャストを狙い、流しグラビア。流しそうめんならぬ流しグラビアでございます。はい、自由なポジションからプールに流れてきてください。はいはいはい。そしてゴール地点でちょうど30秒で通過した人が勝利ということで、一番30秒近かった1位に100ポイント、うん、2位に50ポイント、3位に30ポイント、4位に10ポイントとなっております。結構差つきますね。ここで差つきますから、まあ多分誰もやったことない競技ですよ。ないですよね、流しグラビアなんてないですからね。はい、さあ、ここではケイちゃんがデモンストレーションをやっていただけるということで、はい、ちなみに私もやったことないんですけど、初めてでしょ。グラビアも無茶ぶりですよね。お手本を見せてくれるのは今回のアシスタント、フブキケイ。そしてこのゲームには持ち前の J カップをアピールするにはもってこいのある仕掛けも。よーい、スタート。30秒がどれぐらいかっていうね。あー、すごい。ケイちゃんすごいよ、回転するよ。ケイちゃん、あー、ケイ
尻もお願いします。はい。はい。ああ、うわ、すごいね。うわ、ケイちゃん。この浮き輪から溢れてるこのパイ。どっちが浮き輪かわからないよ。ああ、来た。ということで、ゴール。さあ、ということで、ケイちゃんにデモンストレーションやってもらいましたけども、はい、なんとタイムが40秒。おお、意外と長い。結構ロスしますね。ロスしてるんで、もうちょっと早めにっていう感じですね。ちなみに撮れた写真、はい、どうですか？もうね、すごいですよ。顔全然写ってないんですけど。パイのみってやめてください。顔を写ってください。これも後で、はい、でもほら、素晴らしい写真。こういうのにしてください。正直これ見てる方とかファンの方はもうね、たまんない写真ですから。年賀状にしたい。さらにですね、りょうちゃんから全身を使ってジェスチャーしてたなとか思う方には、追加特典としてりょうちゃんボーナスを差し上げます。りょうちゃんボーナスとは何でしょうか？りょうちゃんが独断と偏見で決める点数でございます。視聴者さんが喜ぶことがりょうちゃんボーナス。視聴者さんと同じ意見を持ってるってことですね。そうなんです。なるほど、分かりました。それじゃあ、もうさっちとりーちゃんからいきましょうか。はい、それでは参りましょう。お願いします。頑張ります。先行はこちらの2人。じゃあさっち、意気込みを。りょうちゃんをメロメロにします。あー、どんだけあなたが目立つのは違うんですよ。すいません。サキチーは身長168センチ、股下85センチと今話題の高身長女子。りーちゃん、はい、はい、浮き輪、なんかすごいですね。すごい、はい、一言お願いします。りょうちゃん、頑張るけん、見とってね。うわ、博多弁最高。わーわー。シロちゃん、シロちゃん出たっけ、シロちゃん。リーちゃんの売りは究極の癒しボディと称されるその健康美。果たしてりょうちゃんは彼女たちの魅力を捉えることができるのか。よーい、スタート。最高。やばいね。すごい。一応これ30秒も、ね、ありますんで意識してくださいね。はい、やばいっす。で、りょうちゃんも意識しながら。ああ、広がってるね。すごい、広がってるねだよね。おい、何が広がってるんだよ。はい、ああ、開脚になってるね。開脚になってる。いや、すごいすごい。りーちゃんもりーちゃんもね。りーちゃんもね。りーちゃん、うわ。りーちゃんも広がってる。いいよ。開脚ポイントありますからね。映せんのかこれ。なあ、映せんのか。おい、すごいことなってるぞ。30秒ルールもあるからね、進んでね。はい、ああ、すごいすごい。すごい、ナイスナイス。ナイスですね。さあ、さっきチリゴール。はい、まあ、リーちゃんまだです。リーちゃん、リーちゃん、あら、あーすごい、すごい。あー、またゴールしません。ありがとうございます。ありがとうございます。タイム発表したいと思います。はい、タイムがですね、サキチが47秒、長い。そしてリーちゃん、リーちゃん1分7秒、本発戦闘でございます。はい、ただやっぱりこれグラビアの方も大事ですから。はい、そうです、ね、これ坂井さん、グラビアはどうなったでしょうか？あら、もうちょっと待って、これちょっとね、もう毛がケツまみれ、ケツまみれよこれ。はい、そしてサキちゃんの方は、サキちゃんの方もありますよ。もうサキちゃんちょっと待って、開いてる、開いてる、ね、ちょっとこれもう開きすぎです。アジの開きならさっきの開き、さっきの開きですこれは。続いては高校の2人。あれ、みたちゃんは はい、あれ浮き輪なし？はい、みたは浮き輪なしです。むちゃくちゃなのよ。ここに浮き輪あります。あ、浮き輪ある。あ、自前の。なるほど、ここに浮き輪あるもんね。みたちゃんは浮き輪いらず96センチの G カップに注目。じゃあ、はるちゃん、カメラに向かって意気込みを一言お願いします。りょうちゃん、30秒、いちご味の恋しよ。最高ですよ。最高にありそうですよ。いちご大好き。はるちゃんの見どころはダンスで鍛えた水上でのバランス感覚。カメラ姿も板についてきたりょうちゃんが奇跡の一枚を狙う。よーい、スタート。やー、こっちこっち。
あ、歩いてるけど流されてもねえよ。はるちゃん見ててるし、ここでみたちゃん、みたちゃん、みたちゃん、すみません、みたちゃん、お尻もお願いします。はるちゃんも、ごめん、もうゴールなんだよ。みたちゃん、みたちゃん、ゴール、みたちゃん、ゴール、みたちゃん、ゴール、はるちゃん、待って、おちゃん、最後、お尻、待って、はるちゃん、はるちゃん、ゴール、はるちゃん、ゴール、すごい。皆さん頑張っていただきましたけども、まずは、みたちゃんのタイムを発表いたします。みたちゃんのタイムが28秒です。これはすごいよ。でもその中でもすごいグラ、はい、うわすごいな。やっぱ自分の浮き輪があるっていうのは本当ですよ。はい、はい、自分の浮いてましたから。浮いてますから。浮き輪いらず。続いてはるちゃん36秒。惜しい。優秀。まあだからちょっと浮き輪の分ね。はい、はるちゃんはどうでしたか。うわ、めっちゃいい。超いい。めっちゃいい。健康的これ。本当にグラビアみたいな。写真集出せます。じゃあということで、まずはこのタイムだけの、はい、点数。さきっちが30ポイントで、りーちゃんが10ポイント、はるちゃんが50ポイントで、みたちゃんが100ポイントとなりました。おめでとうございます。ただね、それだけではございません。はい、ここで通常の得点にさらに加点のチャンス、りょうちゃんボーナスの発表。誰に何ポイントあげるか決めてください。お願いします。はい、りょうちゃんボーナス、まずこのさきちに100ポイント。早い。なんでそれ理由だって、これですよ。確かにもうこれのこれじゃない。さきちに100ポイント差し上げます。皆さん本当にここで顔曇らないでほしいのが、りょうちゃんポイントって何点でもつけれるんで。2つ目の対決は屋内プールに移動。そこで決行するのが水中ジェスチャーゲーム。制限時間はですね、30秒間で1人ずつジェスチャーゲームに挑戦していただきます。ただしジェスチャーしていいのは水に浸かっている部分のみ。お題は10秒ごとに変更、計3つのお題に挑戦してもらいます。正解するごとに30ポイント獲得になります。はい、さらにここでもりょうちゃんが一番グッとくるポーズを取った人には再びりょうちゃんボーナスがありますんで、皆さん頑張ってください。さあ、それではさきっちーの水中ジェスチャーゲームスタートです。はい、よろしいでしょうか。自信のほどは。いや、初めてなんですよ。あ、ジェスチャーゲームするの。ジェスチャーゲーム自体が。はい、あら、だからうまくできるかちょっと不安なんですけど、MG 得意なんで。あれ。モニター越しに回答するのはりょうちゃんとけいちゃんの2人。それでは皆さんもご一緒にスタート。さあ、コサックダンス？違う。え？クジャク？違います。ケンケン？違います。さあ、変わりました。あ、なんだろう、これ、ね、はい、その、ダンシングベイビー。ダンシングベイビー、え？違います。さあ、これ最後、最後。競馬、競馬。違う、惜しい。騎乗位。惜しい、騎乗位じゃない。違う、惜しい、惜しい、それは、なんて言う？乗馬、乗馬。正解。さあ、終了。ということで、最後の乗馬のみ正解となりましたけど、水中だからちょっとね、動きにくいんですよ。あ、それはね、すごいなっちゃうから、はい、か結構張り切って、もうぐいぐいもう大きくやっちゃっていいだろうな。結構大きく、自分が思ってるより大きくやっちゃって、うんうんうん、回答スタート。騎乗位。違います。違う。ほら、どんどん行って、どんどん行って。じゃんけん。正解。あ、さあ続いて、もう変わってます、変わってます。これはこれからちょっと難しい。はい、変わってます。さあ、走り幅跳び。さあ、違います。さあ続いて、ハードル、ハードル走。もう、なんだこれ。変わってますよ。何かを飛び越えて。さあ、これはバスケットボール。違います。違います。あ、寄せてる、寄せてる、寄せてる。違います。バレーボール。終了。
回は最初のじゃんけんのみとなりました。はい、ちなみにですね、2問目がスキージャンプ、スキージャンプやってた。そして3問目が千切り、もう一回りーちゃんのもう千切りをカメラの前でやってもらっていいですか。はい、そこまではいい、そこまではいい、そこまではいい。これが違うのよ、これ千切り要素ないのよ。解答スタート。さあどんどん答えて、どんどん。平泳ぎ。違います、違います。ダブルダブルダッチ、コサックダンス。さあ変わりました、変わりました。縄跳び、縄跳び、縄跳び正解、縄跳び。いいね、いい跳び方。正解。さあ次いってるよ。はい、ここから変わります。はい、さあ変わりました。多分相撲正解。相撲だ、いいね、この相撲だ。この動き素晴らしいね、すごいね、元気はつらつな。ということで三田ちゃんが2問正解ということで、はい。ちなみにですね、一番最初の分かんなかったでしょ。はい、あれ覚えてます、三田ちゃん。はい、分かります。最初のは何ですか。江頭2時50分江頭2時50分さん江頭さんの動きをやってたんですよ。なるほどなるほど、ちょっと分かりづらいけどね。はい、最後の相撲の方が江頭ちゃんっぽかった逆にね。解答スタート。もうはい、これはもうちょっとキレすごいね、はい、何ですか。せーので言いますか。はい、せーの、たけしさん、こまねち。はい、こまねち正解です。はい、続いて、続いてはここから変わってます。え、さあどんどん答え、どんどん答え、もう時間ないよ。あ、バレーボール、トス。あ、正解、はい、さあ最後ここから、ホテホテイさん違います。ギター。正解。すげえ。ということで、はるかちゃん見事全問正解です。はい、そしてヨジョモナスどうでしょうか。今回は、はい、2人います。2人誰ですか。サキチーとリーちゃん。サキチーリーちゃん、はい、これはなぜ。やっぱトップバッターってのは一番難しいんで。ポイントは20ポイント。20ポイント、ありがとうございます。リーちゃん、リーちゃんには、はい、リーちゃんはもう千切りです。はい、千切りが出た。千切りであれを最後表現したという、はい、リーちゃんには何ポイント。リーちゃんにも20ポイント。ありがとうございます。さあということで、次がいよいよラストとなります、はい、大逆転を狙って皆さん、はい、気合い入れて頑張っていきましょう。はい、いきますよ。はい、はい、ということで2種目終わりましたけども、はい、ちょっとおさらいをとりあえず1回ねしたいと思います、はい、得点がね、さきちが180ポイント、りんちゃんが60ポイント、みたちゃん160ポイント、はるちゃんが140ポイント。ただね、これね、最後はガチでやるんで、ポイントが1位の人に200ポイント、で2位の人に150ポイント、3位の方に100ポイント、4位の方に50ポイントとなりますので、これ全員優勝の可能性ありなんですよね。全員優勝の可能性、くしくもね。よかったよかった、本当りょうちゃんポイント の、はい、あの責任から僕逃れたかったんで、本当すいません、ありがとうございました大逆転をかけて挑む最後の戦いがこれだ。サイレントグラビアです。プールサイドを走っちゃいけないのは鉄の掟なので、手と胸についた鈴を鳴らさないように静かにゴールを目指します。じゃあデモンストレーションいきますね。いきますよ、よーいスタート。さあ動かないように、なってませんね。なってないですよ。なってない、なってないね、なってないね。ここでいきます、スクワット5回。はい、1、これもっと早くいけそう。2、すごい。3、4、5、ならない。いかに鈴をコントロールできるかが勝負の分かれ目。ただいま51秒です。そして鈴が何回鳴りました。5回です。5回。
1分6秒です。わ、はい、結構いっちゃいましたね。だいたいでも全然ならなかったから、意外と全然ならなかった、うん、確かに大胆にいってもいいかと思う。だから意外とスピード勝負でいってもいいかもしれないです、なるほど、はい、まずは暫定1位のサキチー、このまま後続を突き放せるか。よーい、スタート。あー、でもなんかなりそう。あーあー、なってない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 。あー、真剣になった、なってない。あー、やばいよ。ここでやばい。さあ、ここで反復横跳び。さあ、OK。 あ、さあ、反復横跳びですよ、反復横跳びですよ。なった、止めてない、なった、なった、2回。あー、2回なった。もう1回、もう1回、反復横跳び。なった、なった。OK、 さあ、OK。 さあ、頑張れ、頑張れ。あと、ちょっとです。ここから早い、早い、最後早い。さあ、フィニッシュ。いや、難しかった。反復横跳びは結構なりましたね。9回です、はい、少ない、はい、今鈴鹿は9回になりました。9回ね、はい、まあ、反復横跳びが難しかった。続いて暫定2位の三田ちゃん、トップの座はもうすぐそこに。三田ちゃんのチャレンジです、どうぞ。あ、もうなんか揺れてるな。あー、怖い怖い。さあ、でもいい感じですよ、いい感じ、いい感じ。なってないね。なってないです。なっちゃダメだよ。でもなってない、なってない、なってない。なんだろう、お題が来ました。さあ、グラビアポーズ3周ということで、さあ3周目グラビアポーズ、まず7尾ポーズ、カメラに向かって7尾ポーズ。あー、1回なった。さあ、1種類ね、1種類、3回なった。さあ、続いて2種類、はい、続いて、あ、なった、3種類、はい、OK です。はい、ここから、ここから頑張って、元気に元気に頑張れ、頑張れ。とんでもないポーズ、なってないよ。プールサイドでとんでもないポーズ歩いてます。さあ、ゴール。鈴は何回になりましたか、はい、7回になりました。7回。さあ、ということで、みたちゃんありがとうございました。暫定3位のはるちゃん、まだまだ優勝は狙える位置。はるちゃんのチャレンジです、スタート。おー、あー、おー、ウォーキングから入ってなったかな。すごい、いい感じ、いい感じよ、早いよ、いい感じよ。さあ、このボディーラインも見せてね。すごいよ。さあ、さあ、ここで尻文字でカメラに向かってりょうちゃんと書いてください。さあ、2、うまい、めっちゃ上手。じゃあ、かわいい、言ってないの、うん、かわいい。さあ、2回になった、2回になりましたね。あ、2回になった、 OK、 OK。 はい、さあ、ここからすごい、ラーメンだ、ラーメン、めっちゃラーメン、めっちゃラーメン、めっちゃラーメン。さあ、かっこいい、かっこいい。でも最後、ぐんぐんぐんなんてなってたけどね。すごい、すごい、すごい、早かった。さあ、すずは何回になったでしょうか。6回です。6回。ラストは現在最下位のリーちゃん、静かに急いで大逆転を狙う。いきますよ、リーちゃん。はい、よーい、スタート。お、前かがみスタイルで。風は強くないですか。ちょっと風が、強風が強い、吹いてきてます。頑張って、大丈夫、大丈夫、大丈夫ね、大丈夫。さあ、はい、シャドーボクシング10回シャドーボクシング、やばい、手が一番なりやすいから。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 はい、 OK。 さあ、なってない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 、よし、なってないよ、風いけるよ、さあ、いけた。さあ、これはいい感じなんじゃないでしょうか、リーちゃん。さあ、ということで、リーちゃんの鈴の数は何回ですか。1回。おー、ありがとう。さあ、ということで、サイレントグラビアレースを終えて最終結果が出ました。まずはですね、このサイレントグラビアレースの、はい、得点を発表したいと思います。はい、みたちゃんが50ポイント、さきちーが100ポイント、で、はるちゃんが150ポイント、そしてりーちゃんが200ポイントと、はい、
リーちゃん取ったのよ。すごい、ね、素晴らしい点取りました。3つのゲームの総合得点がこちら。つまり優勝、うん、はるちゃん、おめでとうございます。いや本当ね、はるちゃんには申し訳ないんだけど、りょうちゃんポイント入ってないのよ。ってことは、はるちゃん実力で優勝しました。純粋ということで、優勝したはるちゃんにはアピールタイム&ホテル三日月さんから豪華な食事がプレゼントされます。それでは優勝者はるちゃんによるセクシーグルメリポート4連発スタート。まずはですね、冷やしレモンたっぷりそうめんでございます。はい、お、音がいいね。音がいい。さっぱり美味しい。続いてローストビーフホットサンドです。うん、具がたっぷりです。具がたっぷりというね。続いて生絞りフレッシュジュースです。のどごし爽やかやな。来ました、爽やかセクシー関西弁、はい、さあ来ました、金箔ソフトクリームです。うわすごい、うわー、りょうちゃん、きんちゃん、舐めていい、舐めて、舐めて、あー誰へのご褒美か分かりませんけど、皆さんありがとうございました。さらにですね、第2位のさっきチームもホテル三日月で大人気のアクティビティ、ドリフトトライクのプレゼントです。ドリフトトライク、ドリフトトライク、あれさっきちゃんのこれ罰ゲームじゃないの。ドリフトトライクとはその名の通りドリフト走行を楽しめる新感覚の三輪車。初心者でもコツさえつかめばドリフト走行だって夢じゃない。え、今決まった。決まった。やったとにかくこの夏の思い出作りはゆったりたっぷりのんびりできるホテル三日月で決まり。皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。以上、ドキドキプールロワイヤル2024でした。また来年お会いしましょう。さよなら。